はい、今日は、鎌伏峠に行きます。秩父鉄道のハイキングコースです。しばらく、山に行くまでだらだらと一般道を歩くみたいです。なんか昨日雨がすげえ降ったから荒川の水位が半端ないですね。すごいすごい。これはやばい水量でしょ。要所要所に矢印があるみたいですね。地図がなくてもなんとかなるパターンでしょうか。しばらく一般道を歩き続けます。はい、ここからようやく登山道に入ります。それともまだ一応これコンクリートですね。まあ、もうちょいしたら土に変わるのかな。なんかガタガタ石が出てきましたけどね。よし、じゃあまあ登りましょう。ここに来るまでね、だいぶ疲れちゃったけど登りましょう。はい、間違えないように、森の中にも矢印があります。ちなみにもう一個道はこっちにありますけど、まあ木が倒しちゃって2本ね、行くんじゃねえぞアピールが結構がっつりしてあるので、まあこっちに行く人はそうそういないと思うんですけど、まあ、矢印に従ってこちらに登っていきます。親切ですね。はい、さっきから気になってたんだけど、大和水ってやつがあるのかな。なかなかすごい岩が出てきましたね。なんかクライムができそうですね。大和水はここから 1.8 キロ。なかなかきついところにある水ですね。渋滞してます。ちょっと、まあ年齢の差があるのでしょうがないですよね。ペースが。はい、山火事用のバケツだと思うんだけど、水はいっぱい入ってますけど、いざ火事が起こったら絶対間に合わないよね、あれじゃね。ちょっと面白い。あ、でももう一箇所あるな。なんかちょいちょいと置いてあるみたいです。は
はい、風が強いな。人生の先輩方を追い抜いて、風通しが良くなりました。ようやく歩きやすくなりましたね。お、なかなかやっぱり山の上にはこういう神様が祀ってあります。山と水行き過ぎてしまったみたいだ。どこだか分かんなかったですね。まあ戻るのもめんどくさいんで先進みます。なんかさっきのところが動画撮ってないけど山頂だったみたいですね。なんとか山山頂っていうのはなかったです。まあ、とりあえず行きましょうか。鎌伏山みたいですね。間違って読んでましたね、ずっと。さっきのところがジャモン岩みたいですね。なんか文築が書いてあるけど、なかなか由緒正しいのかな。ちょっと分かんなかったな、水。あんな竹なんかなかったけどな。まあいっか。なんか神社を過ぎたら、あとはなんかアスファルトっぽいですね。なんか実質もう神社までって感じでした。あとはこのまま下山していきます。はい、石所跡だそうです。なんか石碑があるだけですね。横川の、群馬の横川みたいな、そういう跡はないですね。本当にここに昔何かあっただけって感じですね。サワガニがいますね。帰りはちょっとアスファルトじゃない道で帰ろうと思います。なんか由緒正しいですね。なんかね、皇太子殿下ご成婚記念の森ですって。